そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。これが初球。初球空振りです。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。さあどう来るか。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。まあ、ここは自信のある球をボール打ちました。これはショートライナー。打順はトップに帰ってうぐさ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。打ちました。ショートの横抜けた。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁一塁。2番バッター小園。最後ちょっと粘られましたけども、このバッターで終わりたいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。誘ったんですけど振ってきませんでしたね。振ってきません。外れています。ジャストミート抜けた。セカンドランナー帰れるか。ホームに送球する。センター前ヒット。小園今日の初ヒットがここで出ました。初球から際どいコースをついてきます。さあ2球目は何か。ボールになります。セカンドが抑えた。一塁アウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。ヤクルトスワローズ打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。小宮山さん、初登板だったんですがピンチにも動じない堂々たるピッチングを披露していましたね。まあ、そうですよね。もう本当にルーキーとは思えないそういう風格を感じましたね。そうでしたね。次の登板も非常に楽しみです。勝ったヤクルトスワローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございます。